ちらに行ってみようかなと思います。皆さんこんにちは。今回は高橋から成羽に向かう313号線にある洋食喫茶に行ってみることに。今回はスペシャルランチセットを注文してみました。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。サラダ類やスープ類はセルフサービスになっています。今日のスペシャルランチメニューはカニクリームコロッケとドライカレー。番組の途中で失礼します。 RSK アナウンサーの武田彩香と広志健一郎です。よろしくお願いします。お願いします。毎週土曜日朝9時からお昼の1時55分まで放送中の RSK ラジオ国西と武田の土曜番長の中で、第4土曜日第5土曜日には DJ ゲイルさんの DJ 番長を放送しています。イエーイ。クリさん何してるんですか今？詳しくはDJ 番長聞いてください。チェケラチェケラ聞いてねー。失礼しました。むっちゃかっこいいっす。よろしくお願いします。では引き続き番組楽しんでください。チェケラ。というわけで、皆様ご視聴ありがとうございました。今回は313号線沿いにある洋食レストラン、テキサスに行ってみました。お店の感じは喫茶店で、落ち着きます。メニューや価格も喫茶店並みかなと思います。その他にも肉類や魚類のランチ限定メニューもあるので、次回チャレンジしてみようと思います。営業時間は朝9時から夕方5時まで、日曜日と祭日は夕方4時まで営業、ディナーは予約のみになります。定休日は木曜日と第3日曜日です。また、お持ち帰りもできますのでぜひ行ってみてくださいね。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録も